はい、じゃあ私の方から2つ申し上げたいと思います。1つは昨日あの甲子園でございますが、飯塚高校が6対4で広島工業を破りました。初戦を飾った、大変嬉しく思っております。からオリンピックの方でございますが、毎夜テレビを見ておりますけれども、東京ゆかりの選手をはじめ日本選手団の活躍ぶりというのは目覚ましいものがございます。奮闘する皆さん、選手の皆さんの姿に我々多くの国民は元気や感動をいただいていると思います。先日、鈴木里美選手が、五輪の出場の報告に来られたわけでございますけれども、鈴木選手は平泳ぎ200メートルで銀、それから100メートルとそれからメドレー、400メートルメドレーで、銅を捉えたわけであります。これから、本県ゆかりの選手がまだまだ登場されます。サッカー、それから男子のサッカーですね、それから、女子バレー、からマラソン、そういった競技があるわけでございますが、また8月29日から、パラリンピックにゆかりの選手が7名東京から出場されます。大いにその活躍が期待されるわけでございます。で、今般鈴木選手、3つメダルを取られました。私どもとしては県民スポーツ栄誉賞を授与させていただきたいと考えております。先ほど言いました、これからまだ競技は続きます。パラリンピックもございます。従いまして、これから出場される選手も大勢いらっしゃいますので、こういった競技結果を踏まえて、鈴木さん以外の選手の方については考えていきたいということで、ございます。それが第1点であります。第2点はここに、省エネ節電県民運動というのが、ポスターを掲げておりますけれども、これについて報告を申し上げたいと思います。お手元に資料を配布させていただいております。前も報告いたしましたが、グリーンカーテンということで、県庁の庁舎の正面玄関の両脇に朝顔のグリーンカーテンを設置をしておりますが、今日朝見たら、朝顔が咲き始めております。3輪咲いてました。これから、咲いていくと思いますが、そういったことで、現在一昨年比 10% 以上の節電を県民の皆様にお願いをしているわけでございます。県庁としては率先して取り組みを強化をしていくことが一つ、それから県民の皆さんと一緒になって節電運動をに取り組んでいくと、皆さんにお願いをしていくと、この2つをやっているところでございます。ちょうどお盆の頃は工場がお休みになったりするわけでございますが、それ明けた20日以降ですね、甲子園の決勝戦ずっと向かっていくわけですが、その頃がずっと電力が消費が増えてまいります。そういう意味で、今までお願いしております節電につきまして、お盆明け、特に電力の需要が伸びていくと考えられるときに、引き続き節電のご協力を県民の皆様にお願いをしたい、そういうことで今日改めてお願いをさせていただきたいと思います。お手元の資料をご覧になっていただきますと、県庁として県として率先してやっていこうということで、7月の節電の実績が出ました。ここの建物の電力の消費量でございますけれども、22年度に比べまして、一昨年に比べまして 27.6% 減、去年に比べまして 11.6% の減となってございます。お手元の資料、次のページをちょっと開けていただきたいと思います。これまでの取り組みで28度の徹底、あるいはこういった照明のですね、間引き、あるいは時間外勤務、それを短縮をしていくと、一斉退場の一斉消灯、それから昼休みの1時間ずらしということをやってきたわけでありますが、このグラフを見ていただくと分かりますけれども、九州電力が最大電力需要を記録いたしました7月26日というのが、この今までのこの夏での最大需要だったわけですが、それに近いところの今年の分と去年の分を比較させてもらった表でございます。この表、折れ線グラフ見ていただくと分かりますけれども、全体として下方にシフトしているわけです。
それだけ、消費量が県庁の行政等で落ちているということが言いたい第一点であります。それから第二点は、左側の吹き出しに書いてございますように、昼休み時間を12時から1時というのを1時間繰り下げまして、1時から2時にさせていただいたわけであります。ですから12時から1時までの間ってやつは、去年に比べて少し、昼休みがじゃなくて質問してますんで少し増えている。でそれ以上に1時から2時までに昼休みを繰り下げたことによって、昨年に比べて需要が大きく落ちています。12.3% 落ちたというのが第1点、その言いたいことの2番目であります。3番目はこの右の吹き出しでございます。いわゆる一斉消灯をかけて、みんな定時退場を心がけようということでやっているわけですが、その結果この6時から7時、7時から8時というところが、去年に比べて3割程度落ちてきているということが言えると思います。こういったことで、節電意識を持って、積極的に取り組むことによって、実際の消費量がこれだけ落ちておりますので、県民の皆様におかれましてもできるところからしっかり、節電に取り組んでいただければと思います。でその一環といたしまして、ここにございますが、県民運動ということで取り組みをしております。前もご説明いたしましたけれども、5つのアクションプランといいますか、何を取り組むかというここに書いてございます。エアコン、冷蔵庫、照明、テレビ、待機電力のそれぞれの節電、何か一つでもいいですから宣言をしていただいて登録をしていただいたら、去年に比べて7月から9月の電気の消費量が落ちておれば、抽選で、いろいろなここに書いてございますような県産米、それから削減量に応じた交通系のポイント、にもかでありましたりすごか、それから協賛企業の提供商品を贈呈することになってございます。現在のところ43,000、下から4行目43,780人の登録者がいらっしゃいます。これは去年に比べて35,000人、夏35,000人でしたから、8,000人ほど増えている状況でございます。次のページには3ヶ月連続して節電成功された方について商品送られる、抽選で送られる商品が下に書いてありますが、上の方に書いてございますのは、この運動に参加して登録された方が店に行かれた時にこういう特典が受けられるというのが上の方に書いてございます。何パーセント迎え物されたら何パーセント引きだよとかですね、そういった協賛企業のサービスが受けられることになってございます。こういった本店も含めて楽しみながら節電もしっかりやっていただくということをお願いをしたいと思います。私の方から以上でございます。管理者から質問させていただきます。はい、先ほども何か発表がありましたが、はい、鈴木選手について3個のメダルを獲得しました。改めてコメントをお願いします。それと授与される県民スポーツ栄誉賞はどういうものなのか、はい、確認していただきます。わかりました。鈴木選手は五輪出場ということを私のところに来られて、報告をされました。その際、嬉しい知らせを待っていますということで、送り出しさせていただいたわけでございますが、立派な成績を上げられたわけであります。メダルを3つ取られたということで、目の前で頑張ってきますといった方がですね、世界の晴れ舞台で確たる成果を上げられたということを本当に嬉しく思っております。でなおさら県民の県ゆかりの出身でございますので、喜びもひとしおでございます。多くの県民の皆様が同じような気持ちでないかと思います。それから県民スポーツ栄誉賞でございますが、スポーツ分野におきまして優秀な成績を収められ、県民に対し夢や感動を与える顕著な功績を残された方に、授与する、そういった賞になってございます。これまでの実績でございますけれども、
北京オリンピックでは、アテネオリンピックの時ですか、アテネオリンピックの時に、柔道でいくと安野さんとか谷さんとかもらえておられます。それからソフトボールの上野さん、それから、北京オリンピックのソフトボールの藤本さん、まあ、そういった、これまで、後から表とかなんか整理してお配りさせていただいてさせていただきますけれども、そういった形でメダルを受賞された方に、県ゆかりの選手にお渡しをしていると、まあ、そういった賞でございます。それから当然パラリンピックで、メダルを取られた方についても授与させていただいているところでございます。詳細は事務局の方からお知らせをしたいと思います。各社発表について質問ございましたらよろしくお願いします。鈴木選手ですけども、はい、県庁に来られるご予定というのはいかがですか。ご家族の方と連絡を取って、ご本人は選手村に私、おめでとうというやつをメッセージは早速最初銅メダルを取られた時にお送りしたわけでございますが、今般県民スポーツ栄誉賞をですね、お渡ししたいとご家族の方に、お伝えしたところ喜んでとおっしゃってましたので、いずれにせよ授与する時にはね、当然あるわけですけれども、それは皆さんのご都合とか全体落ち着かれてからやることになるとご相談して決めるわけですが、その後今帰国されてますが、その表彰式までの間来られるかどうかっていうのは、この前インタビュー聞いておりましたら学校に行きたいとかなんか言っておられました、大学に戻りたいとかなんか言っておられましたので、ご家族こちらにお住まいですから、いろんなチャンスがあろうかと思います。まだ来られるかどうかは分かりません。直接おめでとうって言いたいっていう思いは強いです。あれですが、はい、県が送るそういうスポーツ分野に賞としては最高の賞、最高の賞であります。例えばこのスポーツに限らず県民栄誉賞みたいなのもあったりするんですか。県民栄誉賞はありますが、それはスポーツ分野での最高のあれが県民スポーツ栄誉賞で、それから県民栄誉賞はスポーツ界に限らずいろんな分野で顕著な成績業績功績を挙げられた方ということで、より何て言いますか、大きな土俵での成果ということで、ですからスポーツ栄誉賞をもらった方で県民栄誉賞が次出てこられるというようなことになると思います。いわゆるその県民栄誉賞を取ったスポーツ関係の人はいらっしゃいますか。スポーツ関係でプロスポーツだったからもらっておられないんですけれども、県民スポーツ栄誉賞、県民スポーツ栄誉賞海王関はもらってます。もらえたでしょ、はい、だから海王関が県民栄誉賞はスポーツに限らずでしょ。そうです。はそのですから海王関がスポーツ県民栄誉賞ですね。両方それそうでしょ、はい、海王関はプロスポーツですので県民栄誉賞なので、いやだからスポーツ谷さんは両方もらった。谷さんが両方栄誉賞とスポーツです、はい。メダルの色で違ったりするんですか。そういうことじゃないと思うんですけど。じゃあアマチュアスポーツというかオリンピックみたいな世界のレベルでやってる、でまあアマチュア中心みたいな感じ。ちょっと例外あるのはね、野球がオリンピックの出場のルールとしてプロの選手も晴れてやったじゃないですか。ですから城島さんなんかスポーツ栄誉賞もらっておられるんですよ。渡してるんですよ、うちはね。ですからそういう例外はありますけども、基本的にはアマチュアスポーツということで。県民スポーツ栄誉賞はお渡しをしていると。で全分野の中で特に顕著な功績ということで県民栄誉賞があって、それは谷さんはスポーツ栄誉賞ももらわれたし県民栄誉賞ももらわれたという意味です。だから海王関は県民栄誉賞はもらわれているけれども、スポーツ栄誉賞はプロだったからもらわれてないということであります。ご家族に授与をされたのはいつですか。昨日ですね。
他にいかがでしょうか。それでは発表以外の質問ございましたらよろしくお願いします。ございませんか。はい、ありがとうございました。よろしく。